んにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうね。はい、今日はトリクルトークでございます。キャラ進化。さあ、誰を進化させるのかと言いますと、ですね、まあ本日なんですけどね、多分動画上がってるのは本日ではないんですけれども、もしかしたら本日かもしれない、知れませんけれども、間に合えば本日ですけれども、こちらの方、決戦バルトルを進化させたいと思います。それではいきましょう。お願いします。さあ、行きましょう。はい、素材がなんとかあります。ありました、よかった。早速いっちゃいます。拍手。はい、バルトルメシーカーピーシュクワン。あの男はおめえにはやらせねえよ。イエーイ。さあ、バルトロメオさんの能力なんですか。なんですか。さあ、早速見ちゃいましょう。見ちゃいましょう。そんなテンション上がる上がり方が異常すぎてびっくりしよう。急にドゥーッて上がるよ。ちょっと待って、大体僕気分で動画撮ってますから。すごいね。すごい急に来たよ今。下がるときすごい下がる。下がるときすごい下がる。そしていません。いや、いるだろ。あ、いた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 、いました。はい、バルトル、かっけえなー、ね。はい、バリアクラッシュですね。まあ、あのゲットしたときも確か読みましたけど、一回行きましょう。はい、2ターンの間、敵を乗りに対して3000を超える部分のダメージを超激減し、はい、体力を最大体力の 50% 回復、はい、敵のジュン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 チョミーンキーンと残り体力1で体力効果を5ターン減らすというわけでございます。てか、なんで残り体力1で耐えるだけさ、あの記号じゃないんだろうね。残り体力1で耐える効果を5。あれもなんか記号でやれそうだけど、ね、あれだけ文字という形でございます。まあ5ターンなんで割と結構多いもんね。まあ、色々耐える。特に残り体力1で耐えるやつってさ、あんまなくないですか。あんまないから結構これ使えるんじゃないかなと思う。これは、ね、厄介って時にね、かつこっち2ターン軽減してくれるから、だいたい3000ぐらいしかくれないでしょ、これ何パーなんだろう軽減が、ちょっと分かんないですけど、まあ超激減だから、0.5ぐらいしかない。最強すぎだろ。最強すぎだ。でも例えば 80% とかでも、うん、まあ強いよね。もっとじゃないの。もっとだよ。ダキッドとはもっとであってほしいが、うん、分かりません。それは使ってってみよう。ってことでございます。あ、はい、戦場効果、愚弄した指遊び、むず、1秒の呼吸 2.25倍、え、誰でも体力 1.35倍、受けるダメージ 10% 軽減し、バリアクラッシュ発動したターンは1秒の呼吸が約 2.75倍。約って何。約って何。なぜ約を使う。なぜ約。え、でも要はそこそこまあ耐久もできて、かつ 2.75 なんだ。あ、決戦だったら全然強いんじゃないですか、ね。まあもちろんフェス限とかに比べちゃえばあれですけど、ね、まあでも、まあだから、まあなんだろうな、でもなんだろう、打突と打突野心、まあ今まで通りか、だとしたら、まあ船員だろうね。船長で多分使わないんじゃないかな。あんま使わないでしょこれ。一ターンだけ 2.75 はもう今使わないもんね。まあ、他にも強いっていうか、ね、そう、今もうちょっとすげえ強いからみんな、だからまあ僕はこんな感じだと、戦 闘, うん、戦闘員です ね, ね。戦闘員ってなんかドラゴンボール感が出るから。船員ね。船員で、あ、船員効果ないのか。なるほど。なんかこれでね、船員効果もなんかまたあれば、もっとすげえかなと思ったけど、ね、だまあ、そう、強すぎるだろ。防御力とかねえから、別に防御力とかないから、トレック急に防御力とかつけない。ないでしょ、書いてないでしょ防御力とか。じゃあ、まあ、ちょ、使うにも多分実戦ではまだ使えないと思うんですよね。まあ一回わざびに行こうよ。そうだね、とりあえずちょっと必殺技を見ましょうか。はい、うん、さあ、特訓の丸やってまいりました。まあ、これ決戦でも見てますけどね、これバリバリのピストルの時のあれじゃん。めちゃくちゃかっこいいですよ。いいですね。いきます。必殺技、バリアクラッシュ。2ターンの間、敵を乗り出して3000を超える部分のダメージを超減し、体力を最大から 50% 回復、敵のあんあんあんと、どこで打ちてくれるビビビーンって、これ、先輩に行きます。ビーン、バーバーバンビーン。全然読むね。バリアクラッシュ、ドゥガン。あ、強いなぁ。ちょっと通常攻撃、一人だけやってみるか。はい。バリアクラッシュ、この人でもこの人たちどちらにしろ3000暮らしてくる人いない。でこういうとこだとだから使えないんですよね。なるほど、うん、でも今のだと全く軽減できないのか、うん、なるほどね、なるほど。バリアクラッシュで多分メンツ的には僕使うとしたら、まあ打突パで、で敵が多分なんかそういう厄介なタイルとかやってくるときにこうやって、まあ青木ジパとかで、はいはい、使うって感じですかね。ちょっと今日行けるとこあるかな。
っと行けそうなとこをちょっと今見てみますね、うん、はい、そしたらですね、はい、あのバルトルメルが今日来てますので、はい、挑みたいと思います、はい、ただアルティメイトは絶対に無理です、はい、そしてマスター行けるかなと思いました、はい、行きました絶対に無理ですまあそりゃそうだよ、ね、だって一人穴なんだもん、ね、ああ違う違う一人一人何もできない人だからまあ今回しょうがないですね、うん、まああくまでバルトロメオのそのまあなんかそういう何記念受験ですね。まあそうですねバルトロメオを自分でどんぐらい難しいんだよってことを分かってもらう感じの戦いでございます。行きましょう。はい、でフレンズの方はあの青木氏ではなくて猫まむしの旦那でございます。いけるかな。まあエキスパ勝てないですか。さすがエキスパ勝てなかったらもう俺もうこれバルトロメオなしでいきます。いやいやもう意味ないよ。何の動画？ただが突然バルトロメオクリアする動画に趣旨変わっちゃうんで趣旨変わっちゃうから。記念受験ですからね。記念にね。いけるかどうか、ね。ちょっと他のメンツがねいればいけるかもしれないですけど、僕が持ってるキャラだと今ダメだよ。殺し屋のスモーカーまさかの育てなさすぎて、その殺し屋のスモーカーだったら地属性でスロットに始まる。だからその何アルミダのところを地属性に変えれるから。可能性あるんですけど、それも全然僕できてないんで、だからまあまあ今やれる限りのことをやろう。全然飛ぶもんだってほら。エキスパだもん。エキスパだもん。いやいやこれもう マスターです。マスターって言えばバレない。バレない。いやいやいやマスターって言えばバレない。最初のあのなんとかのみんなバレない。バレない内緒にしてみんなもみんなも内緒にしてる。そういうの嘘ってね。え演出じゃない。じゃ演出。演出じゃない。嘘って言うんですよ。演出とは言わないんですよ。問題になるからね。それの実は今まで挑んできたアルティメイトは差し替えてマスターだったっていう。大体気づくだろそっちの試合で。なんかこれずんぐん簡単に飛ぶだって分かるだろ。たかしすげえ簡単にクリアすんじゃんってなって。絶対気づくだろそんな。違います。ちゃんと嘘はついてませんから。もうエキスパですよ。ちゃんとね。これはエキスパですからもうやっとこう。エキスパ最高。最高ではない。最高だよね。違うんすか。いやてかバルトロメオ今回強くない結構っていうのもタイプが限られてるからね。その割とやっぱ難易度は全然今普通のアルティメイトよりは難しいんじゃないかなってちょっと個人的には思う。まあ、3タイプだもんね。そうそう。まあ要は決戦回と決戦の間ぐらいだもんね。3タイプは同時に連れていけるけど、でも3タイプ縛りだから割とちょっとしんどい。ちょっと待って何やかんやちょっと危ねえじゃん。話してたら。バルトロメオ貯める気で言ってる感じだからね俺。貯めなくていいよ。せっかくならなんならなんならなんならやっぱり貯めていこう。なんなら貯めていこうやっぱり。無理でしょ。たまたま十八ターン貯まる可能性が。たまんないよ。青生地なのに青生地なのに耐久する予定って。たまんないよ。まあ、まず青生地で入れることはまずないよね。ほぼ。まあだから倒した時になんかドーンってやついいんじゃんたまに。倒してまだまだやられないわーってブーンって何万回。だから決戦産地そうだったよね確か。倒してダーンってやるじゃん。だからその時用とかだよねだから。その青木でもワンパーするんだけど最後一応ちょっとなんか軽減要因欲しいみたいな時だろうね。打突だったらね。はい、で左のやつを倒さないと多分お邪魔に変えられちゃうよね。下両方じゃない。8コンボでいいんだ。エキスパ最高だぜ。なんて楽勝なんだ。8コンボで倒せるなんて楽勝じゃん。ありがたい。これで飛ぶんじゃない。もうこの人だけで。あ、さすがに飛ぶ。それは7ですから飛ぶわけなんですよね。おーしょ、ミスったけど落とした。危ねえ。危ねえ。まあまあまあいけるっしょ。危ねえよ。この右の人も倒してみます。もう楽勝だね今のところね。今のところね、うん、なんかアルティメイト簡単になったな。違います。え、違いますよ。違いますか。違いますよ。アルティじゃないのこれ。違いますよ。アルティじゃないの。エキスパートです。エキスパート、はい、エキスパートだった。2個下超下だった。おかしいな。どうりで青木満タンなの。え、満タンでしょそりゃ。結構ブンブンぶっ飛ばしてってるけど満タンですよそりゃ。え、満タンですよ。ほらほら、あの別に船長効果関係ないから。あ、そっか。そう、船長効果は優しいっていうルールがあります。スロットはあとでやっていくんだ。そうです。もういけんじゃないですか。満タン、よし、ちょっともうワンパンいくよ。オッケー、属性スロット全部。しかもスロット4つも5人も揃ってる。誰を使うんだい。もうこれは勝ちだろ。誰使うんだい。もうスロット揃ってるっていうことはスロット揃えに行く必要がないんですよね。あ、待って、この人、あ、ダメだ、この人は、この人は、この人使わなきゃいけないんです、ただそうなってくると全部技スロットになっちゃうんです、だからこの人使うんです、それで
行くしかないです。で行きましょう。猫回しなんだっけ、なんだっけ、ダトツタイプキャラの属性スロットが有利スロット扱いになる。きた、一緒だ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 一緒かい。まあ行きます。まあ行けるでしょう。ちょっとエキスパー勝ちたい、さすがに。さすがにね、エキスパー勝てなかったらちょっともうバルトラムクビだわこの動画。いや、バルトラムなんだ動画じゃ意味ないから、その動画はバルトロフィアの動画なのにバルトロフィアをクビにする。いないから、その動画は。いきます。いこう、いけるんじゃないかな。パンパンは無理か。あー、ギリギリ無理。いけるでしょ、もう。けど、まあまあいけるでしょ、まあいけるでしょ、もう勝てるでしょ、さすがに。ただ喋るだけだ、喋るだけ。オッケー、じゃあ青生地使いの、あ、バルトロフィア一応使えるよ。一応使える。いや、いらないよ、いらねえよ。でもこれバルトロフィアも主役の動画だから。勝てる、大丈夫、勝てるでしょ、勝てるでしょ勝てる勝てる。まあ、これがやっぱ見たかったから。バリアクロッシュ、よしよしよし、回復、やっぱこの回復大事、この回復大事。よしよしよし、よし、いけるぞ、このおかげで勝てる。一応大きく使っておこう。はい、飛ぶんかーい。忘れてた。青消し10万固定ダメージでした。ちょっと待って待って、バルトロフィアいらねえ。今回この動画撮ってみて分かったことは、スキルが1のバルトロフィアはいらないってことです。当たり前だろ。今後使っていきます。育ててから使います。はい、はい、こんな感じでした。今日も見てくれてありがとう。出てきたんで、撮るとお願いします。お願いします。明日も楽しもう。またね。完全に忘れてた。私も忘れてました。